さあ始まりました、ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。今回の放送ネタバレ注意というか、あのロマチェンコ・ティオフィモ・ロペスの試合結果について触れていくので、まだ試合を見ておらず結果を知りたくないという方は試合を見てからご視聴いただければなと思います。そして試合を見た皆さん、ちょっとすごかったですね。ロペス選手がロマチェンコ選手に勝ちましたよ。いやすごかった、ロペス選手本当に素晴らしかったです。ロペスの父親が前々からずっと言っていた、15戦目で世界王者、そして16戦目で全団体統一王者というあの発言、まさに有言実行しましたね。いやちょっとすごすぎる、まだ23歳ですからね。でこれちょっと本当にあの試合の観戦直後に録音していて、さっきまであの友人とテレビ観戦をしながらお酒を飲んでいたので酔っ払っていることもあって、あまりちゃんと話がまとまっていないと思うんですけど、なんとかねこの今の興奮を伝えたくて今すぐ撮らねばということで録音をしております。いやちょっとびっくりしましたよ、ロペス選手が本当にすごかった。僕は過去に上げた試合予想の動画でロペス選手の KO 勝利を予想していましたが、まあは言ったもののね、正直やっぱあのロマチェンコに勝つっていうのは相当難しいことだろうなと思っていました。ロマチェンコの出入りの激しさと、あの得意の変態的なサイドステップに若きロペスのスピードがどこまで対応できるのかというのが僕の中での見どころの一つだったんですが、しかしですね、今回のロマチェンコ選手、いつもの動きが全くできていないように見えました。まあこれはロペス選手のプレッシャーがそうさせたんだなと思う反面、ロマチェンコ選手はちょっと計量後に体重を増やしすぎたんではないかなとも思いました。ちょっとね、ロマチェンコ選手の足が重いなと。正直ロペス選手の体の方がシャープで切れているように見えましたよね。本当にロペス選手の動きはキレッキレでしたね。もう前半7ラウンドくらいまでのロペス選手は本当に素晴らしかった。試合の前半に関してはもうずっとロペス選手が自らパンチを打ちに行き、終始プレッシャーをかけていましたよね。逆にロマチェンコ選手は全然手が出ていませんでした。まあそれだけロペスのパワーっていうものに警戒をしていたんだとは思いますが、あとは思った以上にロペス選手のスピードが速いなとロマチェンコ選手は感じていたんではないでしょうか。僕の試合予想の動画を見るとわかると思いますが、僕はロマチェンコ選手のボディショットがキーになると思っていましたが、これ全く逆でしたね。ロペス選手のボディショットが本当に素晴らしかった。ミドルレンジから踏み込んで打っていたあの右のボディは、素晴らしい有効打でしたね。そしてロマチェンコ選手のフェイントに無駄な反応を見せずにどっしりと構え続けたロペス選手のプレッシャーのかけ方というのは圧巻でしたね。普段フェイントで相手をコントロールしながらリズムを作っていくロマチェンコとしては、まあ、ロペスが自らのフェイントにあまりひるんでくれないことに少し焦りを感じていたようにも見えました。それこそ試合前にロペスとロペスの父親は繰り返しね言っていたセリフがありますが、今までのロマチェンコの対戦相手はロマチェンコのことをそのリスペクトしすぎるがゆえに、もう試合前からちょっと怖がってしまっていると。しかしロペスは自分が勝てると信じていると、対戦前からあいつに怯えるようなことはありえないって言っていました。まさに試合の前半っていうのはその言葉を体現するようにロペス選手がプレッシャーをかけ続けていましたね。もう一つ僕が試合の予想動画で挙げていたロペス選手のキーパンチ、あの右のアッパーカット、これはやっぱり非常に大きなプレッシャーを与えていましたね。6ラウンドの終了間際、あるいは7ラウンドの残り1分過ぎぐらいだったと思いますが、に放ったロマチェンコの右のジャブに合わせたアッパーカットなんかは最高でしたよ。まあ、そこまでのクリーンヒット自体はなかったものの、ロマチェンコがあまり中に入れなくなった大きな要因となったのは、やはりあのロペスの右アッパーのカウンターにあったと思います。あのアッパーのタイミングには、本当にね、天性のものを感じますよね。僕の中でのポイントでは、このロペス選手の動きが非常に良かった7ラウンドまで、ロマチェンコ選手が取ったラウンドは、第2ラウンドの一つだけ、6ラウンド分のポイントをロペス、そして1ラウンド分のポイントをロマチェンコが取り合っているように見えました。なのでこのまま行くとちょっとロマチェンコは一方的にポイントで負けてしまうよって思っていましたね。しかしここからのロマチェンコはすごかったですね。明らかにギアを入れ替えてきました。これぞボクシングというか、あのロマチェンコがこんなもので終わるわけがないよなと。
まあ、前半戦はちょっと警戒しすぎたほどの警戒でほとんどパンチを出すことがなかったロマチェンコですが、後半距離感やそのロペスのパンチに対する分析をし終わって、あとはやっぱり自分がポイントで負けているという自覚もあったんでしょうが、ここからは極上のテクニックで要所要所綺麗なパンチをヒットさせていましたね。もう試合後半のロマチェンコ選手の右のジャブの美しさっていうのにはちょっと感動しましたね。あとはその右のジャブのフェイントを巻き絵にロペス選手を動かして左をクリーンヒットさせた8ラウンド。あの動きなんかはいつものロマチェンコが戻ってきたという感じがしましたよね。しかしこの時ロマチェンコに攻め込まれたロペス、ここでしっかりと冷静にクリンチに行き、そしてクリンチブレイク直後に逆に自らプレッシャーを強めた、あのロペスの試合巧者ぶりというか、パンチをもらってもそこからしっかりリセットできるうまさというのにはちょっと驚きましたね。やはりこのロペス絶対に勝つんだというなんていうか自信に満ち溢れた覚悟のようなものが見えましたよね。そしてこの後放ったロペスの右アッパーのカウンター、これでまたもやロマチェンコを警戒させることにも成功していましたね。まあ、ロマチェンコはこの8ラウンドから明らかにそのこのままではまずいと思って自らプレッシャーを強めていきましたよね。そして9ラウンドに見せたロペスのジャブに合わせたボディストレート、これはいいカウンターでしたね。僕はこのパンチをもっとロマチェンコがその前半から多用してくると思っていたんです。でこの時のボディでロペスのガードの意識を下に下げさせましたよね。直後に素晴らしいコンビネーションを今度は逆にロペスの顔面に集め、明確にこのラウンドを取ったのではないかなと思います。そして10ラウンドあたりからちょっとロペスのスピードが落ちましたね。このあたりからかなり疲れを感じていたんだと思います。ただ10ラウンドの終了間際、ロマチェンコがローブローだと抗議したあのボディショット、あのシーン正直僕にはねベルトラインギリギリのしっかりとその有効なボディショットに見えました。ああいう際どいボディショットをローブローと抗議するときというのは実は自分が苦しいときだったりするんですよね。なんでロマチェンコも相当この時点で苦しかったんではないかなと思います。11ラウンドもまあロマチェンコのラウンドだったと思いますが、ロマチェンコのそのコンビネーションにひるまずにパンチを返してくるあたり、ここにはやっぱりそのロペスのフィジカルアドバンテージが生きてきてますよね。やっぱりそういうナチュラルな体のサイズや強さ、ここはロペスの方が上だったなと。そして最終ラウンドは2人とも素晴らしかったですね。どちらもこのラウンドは取らなければ負けるかもしれないという決意が伝わってきましたね。10ラウンド11ラウンドと明らかにその疲れを見せて動きが落ちていたロペスにとっては非常に苦しいラウンドだったとは思いますが、このラウンドの後半左フックをクリーンヒットさせていましたよね。あれは素晴らしかったです。これはロマチェンコ正直聞いたと思いますよ。僕はこのラウンドのベストショットだったのではないかなと思います。そしてその後にロペスがあのまぶたをカットしたあのロマチェンコのヘッドバット、あれは正直恋に見えましたね。まあ、実際のところはわかりませんが、あれは正直僕にはわざとやったように見えました。しっかりとそういうなんていうか効かされたパンチをもらった直後にああいうことをして自分が休める時間を取るロマチェンコっていうのはやっぱりなんていうかさすがだなと。しかしこのラウンドは僕はロペスに与えました。僕の最終的なポイントは115対113でロペスの勝利。第1ラウンド、そして第3から第7ラウンドまで、そして最終ラウンド、この計7つのラウンドをロペスに与えました。そして残りの5つのラウンドをロマチェンコに与えたっていうことですね。しかしちょっと判定を聞いたとき僕はびっくりしましたよ。119対109?いや、それはないでしょうっていう、あまりにひどい判定で驚きましたよ。正直117対111も僕の中ではないではないかなと。それこそ8、9、10、11ラウンド。この4つは明らかにロマチェンコでしたよね。なので最低でも4ラウンド分はロマチェンコに与えなければいけない試合だったと思います。まあ判定内容は選手の責任ではないので、あまりその愚痴を言いたくないんですけれども、もうこのリングサイドでジャッジたちに試合を見せるのは、いい加減やめてほしいというか、もう3人が3人しっかりと一人一人個室にこもって、まあ観客の声はもちろん、まあ今はコロナで観客いませんけど、観客の声はもちろん、セコンド実況の声も聞こえない場所から、一番見やすいそのテレビ映像を音なしでモニター観戦しながらジャッジングしてほしいなって。どう見ていればこの試合を119対109にできるのか、
ちょっと本当に理解不能ですね。しかしこの試合で見事23歳という若さで、非常に層の厚いライト級という階級で全団体の統一王者、アンディスピューテッドチャンピオンになったティオヒモ・ロペス選手には心の底から大きな拍手を送りたいと思います。本当におめでとうございます。ロペスのファンになってから早3年近く経ちますが、やはりこの選手は持ってますよね。彼こそスターになる逸材ですよ。試合内容は、試合を見た方であれば分かる通り、かなり競った内容だったと思うので、ぜひ僕はロマチェンコとの再戦、あるいはガーボンタ・デイビスの試合が見てみたいですね。まあロマチェンコに関してはそのスーパーフェザーに落とした方がいいような気もしますが、もう一回だけちょっとロペスの試合も見てみたいなぁなんて思ってしまいますね。ちょっと試合直後で話がしっちゃかめっちゃかになっていたり、ちょっと正確な情報を提供できていない可能性がある今回の放送ですが、今回の放送もご視聴いただき本当にありがとうございました。ぜひともね、皆様の試合に対する感想なんかもコメント欄にて、聞いてみたいと思っています。それではちょっと今回の放送はね、この辺りで終わりにしていければなと思います。また次回の放送でお会いしましょう。